これふわっちでの配信だけど、なんかちょっと美少年っぽくない？これちょっと見て、これこれふわっちでやったやつだ。でもこれ2017年の、違う、2016年11月22日って書いてある気がする。え、そんな前から俺ふわっちやってた？3年前ぐらい。見て、なんか美少年っぽい、ほら。見てみんな。なんか美少年っぽくないですか、これ。ほら。美少年っぽくない？これ、はじめ社長の、あれだな、はじめ社長のドクターはじめっていうキャラ真似て買ったやつや、この白衣はね。まだあると思うんだけど、親がなんか勝手にどっかしまって、多分探せばあるけど。まいたけ長面。なんかこれ美少年じゃない？見てほら。いや、若くないでしょ。いや、まあ、今より若いけど、言うてもこれ3年前ぐらいよ。もう全然太り出してきたと、全然もう太ってた時だから、まあ今よりは太ってないけどね、絶対。今より太ってないけど、もう全然、もっと痩せてた時もっと痩せてたし。美少年じゃないこれ。やばくない？これ美少年だよね、この頃ね。アデーさんバーガーザス。マジで美少年じゃない、この頃。もっと顔映ってるとこないのかな。もうちょいで来るかな。3年前ぐらい。マジ美少年やで。これはね、長トロかな？長トロだね。長トロの蕎麦屋。舞茸蕎麦食ってんだよね。舞茸の天ぷらって超うまくない？舞茸の天ぷらってめちゃくちゃうまくないですか？舞茸の天ぷら食いたくなってきたわ、話してたら。3年前ぐらいでも若く感じるんだね。あ、あれです、バーガーザス、ソルダーさん、ショルダー、ソルダー、あれです。舞茸やばいよね。うん。わかるっしょ。舞茸の天ぷらって、尋常じゃないぐらいうまくないですか？だって舞茸って言ったってただのキノコよ、言ったって。キノコを揚げただけなのに、やばいぐらいうまくない？あ、これちなみに配信許可取ったやつだよ、これ。うん、覚えてるけど。配信許可取れねえだろうとか言いながら、あ、どうしようどうしようとかって言ってて、でも一応聞いてみるかっつって、
やったその下り覚えてるもん、これ。で、そしたら配信いいですよって言われて。うん。これは配信許可確か取ってた。これ地毛ですね。これ地毛です。エクステつけた時じゃないから、これ。地毛ですよ。だって、エクステあんだけがっつりつけたの、あれだもん、その、プレミアムリスナーの時でしょ、1年ぐらい前の。これだってもっと前でも3年前とかだもん。確かに髪の毛が、なんか、今よりなんか、全然ある気がするんだけど。うん。なんかなんでだろうね。3年ちょっと前ぐらいのはずなんだのに。確かにすげえ若く感じる。髪の毛あるからかな。なんかめっちゃ髪の毛あるように見えない。なんなんだろう、この違い。言うても3年ちょいよ。マジで違いがよくわかんないんだけど。ここまで若く見える感じの。なんでだろう。え、何が違うんだろうね、マジで。髪の毛？あと、このなんか、映りがちょっとぼやけてるからなんか、美化されてる部分あんのかな？映りがさ、なんつうの、ちょっとぼやけてるっていうか。この髪型いいなぁ。この髪型もう一回したいなぁ。これスクショして、美容室持ってこうかな。この髪型にしてくださいって。恥ずかしいよな。自分の髪型をね、過去の髪型を持ってって、これにしてくださいって嫌じゃない。普通なんかさ、芸能人とか雑誌のやつ、まあ、芸能人のもだいぶ恥ずかしいけど、下手したら芸能人のこの髪型にしてくださいより恥ずかしいよな。自分の過去の写真とか持っていくのって。毛の量が足んないかも。この髪型いいな、なんか今思ったんだけど。俺、多分こういう髪型似合う人だよね。うん。この髪型いいなって今思った。ほんと芸能人の写真持ってくるよ、恥ずかしいよ。自分の過去の写真持ってって、これにしてくれっていうの。一番勇気いると思うわ。まあ、写真っていうか、まあ、スクショね、スクショをスマホでこうなんか、写メとして、写メっていうか、スクショとして持ってってさ。まあ、別に写メでもいいんだけど。とんでもない恥ずかしさが多分湧き出てくるよ、多分。いや、恥ずかしくて言えないな、それはなかなか。違うやつ見てみようかな。